またお酒をたしなまれましたな。酒は我が友だ。お前に負けぬ友人であり、そしてお前よりも付き合いが長い。金蔵さん、あんたの体が一見調子がいいのは薬が効いてるからだ。だがそんな強い酒を飲み続けては薬の意味もなくなってしまう。悪いことは言わん。酒は控えなさい。忠告の気持ちだけはありがたくいただいておく。我が友よ、源氏、もう一杯頼む。心持ち薄めでな。よろしいのですか。南条、お前は私の長きにわたる親友だ。今日まで私を長らえさせてくれたことを深く感謝する。私は何も。医者としての忠告など金蔵さんは全く聞いてくれませんからな。ふふふ、お前とて差し間違えた手を待てと言っても聞かぬではないか。ならば愛子というものだろう。親方様、すまぬ。薬は切れても死にはせんが、こいつが切れては死んでしまうでな。南條、正直に話せ。私の命はあとどの程度持つ。さて、どのくらいと申し上げれば、そのお酒を控えてくれますやら。長くはありません。どの程度に長くないというのだ。このチェスで例えましょう。金蔵さんの詰めもなかなかですが、私のキングを追い詰めるには至りますまい。普通の患者になら遺言を書くよう勧める子です。遺言とは何だ。南條、私の屍をどのように食い散らかせとハゲタカどもに指南する書き置きなのか。いや違いますぞ。
遺言は意思を残すことだ。遺産分配のことだけを書くものじゃない。ほう、遺産分配以外に書くこととは何なのか。心残りや、やり残し、受け継いでほしいことや、伝えたいこと、何でもいいんです。受け継いでほしいことや、伝えたいことだと？バカバカしい。この後ろ宮金蔵、後に残したいことも伝えたいこともただの一つもないわ。裸一貫で生まれた。そして裸一貫で死ぬ。バカ息子どもに残したいものなど何一つないわ。もしも訪れる最後が今日だとしても、今だとしても。私は何も恐れることなくその死の運命を受け入れようではないか。全てを築き上げた富も名誉も全てだ。それらは私と共に築き上げられ、私と共に失われよう。後に残してやるものなど何もないわ。何もない。墓も棺も何も望まぬわ。それが魔女と私の契約だ。私が死ぬ時に全てを失う。初めからその約束だからこそ何も残らぬのだ。何も残せぬのだ。何一つないが、残したまま行けぬものが一つだけある。それを書き記せばよい。もちろん生きているうちにこなせればそれでいい。だが万一の時、残されたものがそれを引き継いでくれる。自分に万一があっても、必ずその心残りが解決できるように残していく。それが遺言というものです。ダメだダメだダメだ。私が生きているうちでなくてはならぬ。私は死ねば魂はすぐに契約の悪魔に喰らわれて消え去ってしまう。死後の世界も安らぎも私にはないのだ。だから全ては私が生きているうちでなければならぬ。だから遺言状など私には必要ない。そのようなものを書く暇があったなら、あったなら私は見たい。もう一度見たい。ベアトリーチェの微笑む顔がもう一度見たい。はあ、ベアトリーチェ、なぜに私をこれほどまでに拒むのか。今こそお前に与えられた全てを返そう。全てを失おう。だから最後にもう一度だけお前の微笑を見せてくれ。ベアトリーチェ、頼む、故障だ。聞こえているはずだ。お前はそういう女だ。頼む、姿を見せてくれ。いるんだろう。聞こえていながら姿を消し、今もこの部屋のどこかで私を嘲笑っているのだろう。私の前にもう一度現れてくれ。そして微笑んでくれ。なじってくれてもいい。望むならお前の手で私の命を奪ってくれてもいい。
このまま一人で死にたくない。お前への微笑みを再び一目見るまでは絶対に死ねないのだ。ああ、ベアトリーチ、ベアトリーチ、この命はくれてやる。お前にくれてやる。ご賞だ、ベアトリーチ。たったの20分で着いちまったんだから驚いちまうぜ。大丈夫だよ、バトラ君。船に比べたら全然揺れは少ないよ。おお、ジョージの兄貴かよ。急に勘弁してくれよ。今ので寿命が3年縮んじまったぜ。つうか、揺れってなんすか？別に俺は、飛行機も揺れんのかな、まさか落ちたりしねえかななんて夢にも思っちゃいないぜ。ごめんごめん、もう小さい頃とは違うよね。あれから6年も経ってるんだし、もうバトラ君も子供じゃないか。じゃあ兄貴はタバコも酒も OK ってかよ。タバコは興味ねえけど、酒は飲んでみたいよな。兄貴なんかおじさんの遺伝子あんなら相当飲めちゃいそうだけど。僕の場合は好きで飲むというよりは仕事で飲む方が多いからね。日本のビジネスは酒抜きでは難しいよ。そうっすよね。だから俺も今晩の夕食あたりに初挑戦してみようかなって。ダメだよ、バトラ君はまだ未成年じゃないか。未成年の飲酒は発育に悪影響を及ぼす可能性が。って、こんだけタッパがありゃ、俺の発育は十分っすから。むしろ、ちょいと身長縮めた方が服が探しやすいくらい。
かしバトラ君は大きゅうなったな。男子三日をあざれば刮目して待つべしとはよう言うたもんや。やっぱり近しらね。ルドルフも高校くらいまでは身長そんなになかったのよ。成長期が遅い方が最終的には伸びるのかもね。んなことないっすよ。男は中身も伴わなくっちゃ。そうや、バトラ君は分かっとる。男は中身で勝負なんや。常に己の鍛錬を忘れたらあかん。そして虎視眈々とチャンスを待ってドカンと開花させるんや。わしもまさか今日会社社長なんて一国一城の主になれるとは思わんかった。そうや、あの無一文の焼け野原がわしの原点なんや。すぐ自分の自慢話に入っちゃうのがたまに傷なのよね。およしなさいな。バトラ君、耳にタコができちゃってるんだから。ねえ。そんなことねえっすよ。でも、いいじゃないっすか。語れる武勇伝があるってのは、男としてかっこいいことだと思いますよ。俺なんか、語るような話は何もないっすからね。あら、そう？バトラ君なんかそのルックスでいっぱい女の子を泣かせてそうだから、さぞかし武勇伝が多そうだと思ったんだけど。うわあ、たたたたた、情報弾じゃないっすよ。そんな妙な武勇伝あるわけないじゃない。むしろ紹介してほしいくらいっす。あら、あるんでしょ武勇伝。おばさんにも後で教えてね。ジョージったらそういう浮ついた話が全然ないんだから。バトラ君、ルドルフさんを見なかった？あ、さっきお手洗いに行くのを見ましたけど、まだ出てこないんすか？こりゃぽっくり行っちまったかな。なむ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 。自分のお父さんにそんな言い方はないでしょ。まあ、あの人のお手洗いが長いのは今に始まったことじゃないしね。ああ、アンニャルは昔っからそうです。雑誌持ってトイレに入れるのやめてほしいんすよね。何の雑誌持ち込んで何をしてんだか。あら、そんな心配は全然不要よ。私と一緒にいる以上、そんなこと一人でさせやしないもの。何の話か、後でじっくり聞きたいっすね。親父め、玉まで握られてグロでも出ないわけだ。握っとかないとどういうことになるかよーくわかってるでしょ。いやいや、全く。あのクソ親父の手綱は桐江さんにしか無理っすよ。実の息子の俺も喜んで譲っちゃいますわ。ええ、任せてちょうだい。そういうの得意なのよ。Thank you.
バトラー、なんだよ親父。耳つねんな、耳。また母さんと俺の悪口を言ってたろう。なんでお前には父親に対する尊敬の念ってやつがわかねえんだ。いでで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 。なあ、いでよクソ親父。俺の耳伸ばしたって空は飛べねえぞ。ほれほれ。立て、立て、横、横、丸書いて、逆に回して、倍率どんどん、さらに2倍。お父様、失礼なこと言ってごめんなさい。って言ってみろ。冗談じゃねえぜ。あ、そういうのは、会員制のお店でやりやがれってんだ。で、だから、話せって。こらこら、ルドルフ、息子に乱暴してるんじゃないわよ。で、言ってよ、姉貴。エヴァ姉さん、そのくらいにしてあげてください。同じ分、後で反対の耳を私が引っ張って伸ばしておきますので。あら、ごめんなさいね。キリエさんの引っ張る分も残しておかなくちゃ。ルドルフ、後でたっぷりキリエさんにお仕置きしてもらいなさいね。たく、姉貴こそ弟いじめもいいとこだぜ。秀吉兄さんもこんな姉貴を拾ってくれて本当にありがとうございます。兄さんの寛大さがなかったら今でもまだ売れ残ってますよ。弟として申し訳ないです。誰が売れ残るって。ルドルフ、側頭部直撃だと一発で昏倒するわよ。この間演舞でミスって相方泡吹いちゃったんだからね。いやいや、足癖の悪い姉貴で本当に申し訳ないです。だからエヴァとルドルフ君のじゃれ合いを見とると胸がポカポカしてくるんや。兄弟や家族はほんまにええもんやな。あら、ジョージ君に弟を作ってあげるという話はないんですか。もうジョージ君も立派な大人になって手も離れたでしょうから、次の子がいてもいいでしょうに。おいおい、キリエ、生まれてくる子の苦労も考えてやれよ。よくこの性悪姉貴から生まれてジョージ君はあんなにもまっすぐ育ってくれたもんさ。本当にジョージ君は偉いな。うちのボンクラに今度爪の赤を分けてやってくれよ。そんなことないわよ。エヴァ姉さんの教育が間違ってなかったからジョージ君はあんなに素直ないい子になったんだから。ですよね、姉さん。あらあら、そんなどうかしら。うちのジョージもまだまだ頼りなくって。そうそう、それよりお宅のエンジちゃんはどんな具合なの。
吐いちゃったって聞いたけど。そうやそうや、久しぶりに顔が見れると思って期待してたんやで。大丈夫なんか。いつも季節の変わり目に風邪をひくんです。どうも弱くって、本当は連れてきたかったんですけど、今回は私の実家に面倒見てもらっています。それが賢明よ。本家の毒気に当てない方が治りは早いもの。大人の都合より子供の病気の方が大事よ。わしな、白風邪に病を効く薬知っとんや。帰ったらすぐ送るさかい、使うてくれや。ありがとうございます、秀吉兄さん。いつもお世話になりっぱなしで。まだ天候調査中がなくならないね。ちょっと天気が怪しいものね。また台風か。親族会議が毎年10月ってんじゃ。これは宿命だぜ。もうちょい時期を選んでくれりゃいいのによ。どうかね。私もお盆の時期にやってくれればっていっつも思うわよ。ならルドルフ、それ今回の会議でお父様と兄さんに提案してみればいいじゃない。冗談、姉貴が言えよ。俺が何を言っても兄貴は聞かねえよ。いやよ、私は別に10月でも困らないもの。ルドルフが台風が嫌だからって言うから提案したらって言っただけよ。俺は台風が来るのはいつものことだなって言っただけだろ。お盆の時期がいいって言い出したのは姉貴だぜ。あら、去年ルドルフも言ったわよ。お盆の時期なら仕事のスケジュールとも合わせやすいのにって。言ってねえだろ、そんなことよ。言ったわよ。私、そういうのは絶対忘れないもん。いや、言ってねえよ。言ってんのはいつも姉貴だよ。知ってる？寸止めって高等技術なのよ。ちっ、いい年した女がはしたないことばっかしてんじゃねえぜ。普段は父親や母親として振る舞っていても、こうして親族会議で元の兄弟に出会うと子供の頃の自分に戻っちゃうからだろうね。と、冷静に分析できるジョージ兄貴の方がずっと大人に見えるぜ。俺は将来あんなクソ親父みたいにはなりたくないに。なるなら兄貴みたいな知的な大人になりたいもんだぜ。僕かい？僕なんかまだまださ。社会経験が全然足りないし、社交性も度胸も足りない。バトラ君には、それらのいくつかがすでにあるように思うよ。だからきっと、成人したら僕なんかすぐに追い抜いちゃうさ。
さんやないか。マリアちゃん、久しぶりやの。久しぶり。マリア、お久しぶりです。でしょ？言ってごらん。おお、お久しぶりです。そうや。よく言えたな。ご褒美に飴玉あげような。おっとっと、あれ、どこにしまったにゃ。ローザさん、お久しぶりです。マリアちゃんもお久しぶり。ご無沙汰してます、キリエ姉さん、秀吉兄さんと。あら、バトラ君、大きくなったわね。いやー今日は会うたびに言われてて恥ずかしいっすよ。おう、ローザ、遅かったな。飛行機がダイヤ通りだったらギリギリ。ごめんなさい、列車の接続がうまくいかなくて。なに、また天候調査中なの？ぼやかない、ぼやかない。船で6時間も揺られるくらいなら飛行機でほんの30分の方がずっとマシよ。たとえ1時間余計に待たされたって全然早いんだから。マリアちゃんも大きくなったで。今身長いくつあるんや？身長いくつあるんや。この間の身体測定でいくつって出たっけ。これでも少しずつは伸びてるんですよね。え、うん、去年よりもずっと成長したと思いますよ。今年で9歳でしたっけ。9歳。うん、そうだね、9歳だね。マリアちゃんも元気そうでよかった。よいしょ、うん、もう高い高いをするにはちょっと重くなってきたかな。うわ、ジョージ兄貴、そりゃレディに失礼だろ。俺がやってやるぜ、高い高い。マリアちゃん、覚えてる？バトラ君よ。一緒に遊んでもらったの忘れちゃった？無理だろ。最後にバトラと会ったのは3つの時だぜ。3つの時の記憶なんか残ってねえよ。マリア、バトラお兄ちゃんよ。ルドルフおじさんの息子さん、わかる？兄さんの息子さんが、兄さんが息子さん、ほん？くー！マリアちゃん、彼はバトラ君。僕と同じいとこだよ。正治お兄ちゃんと同じ？バトラ？いとこ？おー、そう、よくできたね。バトラお兄ちゃん？おや、俺がバトラだ。よろしくな、マリア。うん、バトラ。こら、マリア、呼びつけちゃダメでしょ。
バトラお兄ちゃんと呼びなさい。いいっすよ、ローザおばさん。細かいことは気にしないっすから。まあまあ、リア、俺とお前は名前を呼びつけ合う仲だもんな。バトラバトラバトラおや、マリアマリアマリア、ううう。お待たせしました。新島行き201便の搭乗をこれより開始いたします。ご搭乗のお客様はカウンター前の白線前2列でお並びください。ローザ、搭乗手続きまだだろ。急げ急げ。いけない。マリア、いらっしゃい。これよりご搭乗となります。名簿をお読み上げいたしますので、前方の座席右側から順に右左、次の列の右左と詰めてお座りになってください。それではお読み上げいたします。後ろ宮秀吉様。わしからか。はい、そうだ、エヴァ、飴玉あるか。さっきから探してるんだが見つからないや。後ろ宮エヴァ様。ハンドバッグの中よ。機内に入ったら出すわ。俺の席マブギアだといい。大丈夫だよ、窓際席しかないもん。後ろ宮ジョージ様。はい、大丈夫だよ、バトラ君、あんまり揺れないから。後ろ宮バトラ様。兄貴、あんまりってどのくらいだよ。船から落ちても泳げるからいいが、飛行機は落ちたらそれでおしまいなんだぜ。もちろん客席にはパラシュートがあるんだろ。え、ねえの。後ろ宮ルドルフ様。ほらバトラ、感動してねえでとっとと奥行け。いや、聞いて親父、押さってパラシュートがねえんだよ。後ろ宮キリエ様。ほら、仲良くじゃれてないの。進む進む。
痛えよ、キリエ。押すなって。ボンクラが進まねえんだよ。後ろ宮マリア様。進む進む。後ろ宮ローザ様。こら、マリア。静かにしなさい。こちらは機長の川端です。本日は新東京航空201便をご利用いただき誠にありがとうございます。新島空港までは約20分のフライトの予定です。上空の気流が乱れているとの報告が入っています。多少の揺れがあるかもしれませんので、離陸後にはシートベルトは外さないようにお願いいたします。兄貴、シートベルト外しちゃいけない揺れってなんだよ。じゃあ僕なら離陸後はシートベルト外せるぜ。それが外しちゃいけないって、どんな揺れだよ。くそ、騙された。何が揺れないだ。パラシュートはどこだよ。やっぱり俺は船が良かった。